リンリンハローパラレル、リンリンパラレルのリントです。イエーイ。はい、ということで今回は、リントのお宝動画第2回目ということで、はい、今回ご紹介するのはこちら。はい、ということでゲーマードライバーと、あ、倒しちゃった。ゲーマードライバーと、ガシャットで、今回紹介するガシャットは爆走バイク。はい、こちらの方をご紹介していこうかなと思います。私が大好きな、九条キリア、観察医九条キリアのガシャットです。はい、見てください、リンちゃんも観察医九条キリアみたくなってるんだぜ。はい、ということでね、キリア風でやっていこうかなと思います。いやー、キリアめっちゃかっこいいんだよね。嘘つきなんだけどさ、いい嘘をつくんだよ。めっちゃかっこよくてね。はい、ということで見ていきましょう。これがね、デラックス版なんだけど、ちょっと音声がね、そう、電池がもうないみたい。プッってなっちゃって、電池探したんだけどなかったから、今度電池 100均とかで買わないとね。はい、まずこっちから見てこっか。これがね、なんだろう、メモリアルセット、ガシャットメモリアルセットみたいなやつについてた、爆走バイクのガシャットです。1音目。そう、フィールドの展開音が鳴ってるのよ。でね、キリアの声が入ってんだよ、これ。3速、5速、0速、爆速。このレース乗らない手はない。どいつもこいつも乗ってるね。乗りに乗ってるぜ。自分と友達になってくれるか。名人、乗れ。ウィーニングランを決めるのは自分たちだ。そう、ここね。で、これ M はね、ウィーニングランを決めるのは俺たちだって言ってたりね。真実を伝えることが正しいとは限らない。真実が人の人生を狂わせることだってあるんだよ。はい、って感じでね、いろいろ音声が入ってるわけよ。ようやく人型になれたぜ。ようやく人型になれたぜ。もうこっちとの組み合わせだからね。はい、ということでね、音声全部確認しちゃうとね、長くなっちゃうから。平次、人を信じるのに根拠はいらないんだろ。そうそうそう。いや、いいセリフがめっちゃ入ってる。これはこれでね、自分自身の心を信じる。いいセリフ言ってる時に私喋っちゃった。これに関してはね、メモリアルセットとかで、もうすでに動画を上げてる方がいると思うんで、そちらの方の動画を見ていただけるといいんじゃないかな。あと、ね、レーザーのフィグマ。フィグマじゃない、SH フィギュアーツ。はい。じゃあ、まずは普通に変身しますか。いやー、かっこいい。ふふん、乗りに乗ってるぜ。ふう、乗りに乗ってるぜ。で、これで開けて、で、ここにこれ入れて鳴ったかな。これはね、今ね、プロと入れちゃったけど、もう一回やったのかな。2速とか言うんだよね。あ、言った言った。これね、多分ね、一回入れる、で、もう一回入れて、これで2速でしょ。で、これを入れると3速になるから、入れて、ようやく人型になれたぜ。そうそうそう、言うんだよこれね。はい、で、あとこれがね、テレビくんだったかなのやつでもらえる爆走バイクのプロト。
かっこいいんだな。で、最後にご紹介するのはこれね、最終話付近で出た、最強のゲムデウスワクチンね。エム、これを使え。ダンクロトを実験体にしてゲムデウスウイルスの抗体を作った最強のゲムデウスワクチンだ。そう、ゲムデウスのワクチンね。で、これ押すとドクターマリニーダブルヘイ。あとはセリフかな。自分もお前もバグスターとして本来蘇るべきじゃない命を手に入れた。その命に課せられた運命が何なのかずっと考えてた。その答えがようやく見つかったよっていう劇中のセリフがね、めっちゃ入ってるの。これも、もう、誰かがね、アップしてるんで、有名どころで行くと、ウームに所属されている、レオンチャンネルさんって方がね、アップしてたりするんで、気になる方はそちらの方で見ていただくのが一番いいと思います。私は、今持っているお宝を、ざっくばらんに楽しく紹介していきたいんで、はい、そっち見てください。じゃあ、変身しちゃおう。これもね、変身音入ってるのよ。変身を入ってるのよ。でも、ライダーの見た目ないけどね。そう、キリアさんの方の声が大きいんだけど、小野塚さんね。の声の方が大きいんだけど、ゲームというか、ダン・クロト役の岩永さんの声も入ってるんでね。で、こうやって、変身したり。いやー、やかましいんだよな。で、もう一回入れると、実はこれでね、音声変わるんですよ。かわいい。かわいい。ノリノリだな、神っていうのもそうだけど、ダン・クロとかめっちゃかわいい。いやー、いいね。はい、ということでね、今回はね、こちらの、ドクターマイティダブル X と私の大好きなキリアさんの爆走バイク、そしてギリギリチャンバラ、そして、ゲームドライバーの方をね、楽しく紹介させていただいたという形でございます。ということで、以上、リントのお宝でした。よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していってね。また、違う動画でお会いいたしましょう。以上、リンゴでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと Twitter もやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。